ゼビオドリームカップ勝ち上がればユニオンデスカラスタジアムギノワン。さあそんなゲームなんですが、実は私東北でのイベントのためこの日の試合欠席、そして純は膝の故障からまだ復活してないので現有戦力をちょっと減らしての戦いとなります。相手のピッチャーは渡辺投手、立教池袋高校から立教大の本格派右腕。大学時代にはご覧の選手たちと共にしのぎを削ってきた経歴の持ち主です。というわけで早速参りましょう。1回戦、浅草バレッツとのマッチアップ。あっぱれの先発は最近絶好調の竹虎。この試合どんなピッチングを見せるのか。ちなみにこの日ピッチャーいません。完投するしかありません。まず対戦するのは1番高橋選手。まずは立ち上がり1番バッターフォークで空振り三振。続く2番バッター曽山選手、その初球嫌な打球が飛ぶ。センター大西ダッシュしすぎて追い越しそうになるほどの猛チャージ、いいキャッチでした。しかしながら浅草バレッツ強いスイングをしています。この日サードに入った竹ちゃんの好プレーで三者凡退。続く1回の裏、あっぱれの攻撃、これまた私徳さんの代わりに入った竹ちゃん。最後はスプリットで空振り三振。渡辺投手も緩急自在で攻めてくる。2番は大西。ここはインハイ、冷静に見極めてフォアボールで出塁。続く3番は平良。三振、そしてランナーもスタート切ってる。ここはセーフ。ツーアウトランナーから得点圏へと進む。しかし渡辺投手も得点圏となりギアが一気に上がった。4番田島を追い込んでから長く持って、最高のストレートで空振り三振に切って取る。スピードガン表示は136キロながらかなり勢いを感じるストレート。2回、浅草バレッツの攻撃は4番松原選手。最後はストレート空振り三振。このアウトコース変化球打たせセカンド平野さんがいてツーアウト。3人目も追い込んでからフォークで空振り三振。2回も三者凡退、浅草バレッツを寄せつけないピッチング。現状ちょっと作戦出しにくいか、浮いてきた変化球もどうだろうな、ちょっと低めな、ちょっとごめんな、一回投げようか、宇宙からじゃなくてセンターにしっかり返せ、変化球もめちゃくちゃ急速さあるわけじゃないか、あ逆方向っていうのはもうセンターにしっかり返していくっていう、そういうスイングしてアプローチしっかりしようか、はい、しかしながら渡辺投手、キレのあるスピードと強い回転数であっぱれ打線を一切寄せつけないピッチングを続ける。石田が打ち取られ打席にはゾエが入りました。するとここでセカンドがものすごい動きを見せる。
しい好プレーを見せたセカンドの選手、なんだか男前ですね。というのも、お名前は武田光平さん、なんと野球大好きの仮面ライダーをやっていた人だったんです。2008年仮面ライダー牙、2018年は仮面ライダービルドに出演。本物の仮面ライダーですね。まあ、敵のセカンドが仮面ライダーだっていう、まあ、仮面ライダーダイビングキャッチといったところでしょうか。いやー、見事、これは仮面ライダーだわ。いや、むしろ仮面ライダーを超えてるかもしれない。仮面ライダーもダイビング、失礼しました。さあ、というわけで続いて浅草バレッツの攻撃、先頭バッターは先ほど紹介した仮面ライダー武田さん。まあ、仮面ライダーですからね、守備では見せました。バッティングが気になるところ。すっごい強いスイングを、しておりました武田さん。しかしここはレフトフライ。ここの対決は怪人竹虎の勝利。ヒー、いや、もはや竹虎はショッカーにしか見えない。お前はショッカー。そんな本来敵役であるはずのショッカー竹虎がこの日抜群のピッチングをし続けます。淡々とヒーしていく。炎天下の中でも集中力を切らさないショッカー竹虎。微妙なフライも集中力を切らさず、外野手たちもいい声かけです。これもレフトがキャッチ。このイニングも三者凡退。これで4回まで1人のランナーも出さず三者凡退。しかし渡辺投手も絶好調。しびれる投手戦で4回まで両チーム無得点。炎天下の中しびれます。先制した方に流れが傾きそうな展開。でサポートしてくれてる新田がファインプレー。しかし やや体力が削られてきたが、竹虎の制球が乱れ始めた。ここで初めてのランナーを出してもらう。ちょっと嫌な流れ。いいコースに投げるも微妙に外れボール。こういうのがボディーブローのようにピッチャーには響く。するとランナーが佐渡、ここは女房役の添え、見事な送球でアウト。これで息を吹き返したか竹虎。しっかり投げ切ったボールはなぜか打ち返すと正面に飛ぶ。野球の不思議。結局3人で退ける。エビちゃん、なあなあ、もう相手と勝負するか。もういい球来たら自分がいい戦術、自分と勝負やと思ってやりすぎたOK。 すると先ほど仮面ライダーにヒットをもがれたゾエが、この打球オンラインフェア判定。レフト線点々とする間にゾエはスタンディングダブル。この日初めて先頭での得点圏。そしてこのチャンスに今年苦しんでいるライパチが打席に。その初球でした。なんとここでワイルドピッチ、ローせずランナーが三塁へ。その後ライパチはフルカウントとし、続くライパチもしっかりと選び仕事を果たすと、先ほど昇板捕球でアウトをもぎ取り竹虎を救った新田が打席に。打った打球は外野へ、微妙な距離だ。三塁沿い激走ホームイン。この試合あっぱれが先制します。怪人新田ナイス、待望の1点です。
続く浅草バレッツの攻撃、先頭は仮面ライダー武田選手。ライダーフルスイングは惜しくもファール。距離は十分でした。ヒヤッとする。ストレートを意識させた後は変化球攻め、センターフライでワンアウト。1点次のバッターはストレートで三振。1点次のバッターは目線を変えるカーブでセンターフライ。このイニングも三者凡退。ショッカー竹虎快投を続けます。炎天下でのしびれる投手戦、思わぬ形でこの試合終わりへと近づいていきました。最後はあっぱれ猛攻を見せて浅草バレッツさんとの激闘を制しました。炎天下の中、浅草バレッツさんありがとうございました。ライダーサンキュー。というわけでまずは初戦突破、ロードトゥ沖縄、あっぱれ一丸となって頑張ります。